はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ゆるトラックシミュレーター2やっていきましょう。今日DLC が出ましたね。で、ゆるトラックシミュレーター自体もアップデートが走りまして、バルティックシーでしたっけちょっと忘れましたけど、出てましたけど、ちょっとね、金額が1980円でしたからね、今の私には1980円も重いわっていう感じなんですけど、もうオータムセールがね、終わっちゃってるんで、あれなんだっけ、スティームのオータムセールがもう終わっちゃってますんでね、ちょっとね、1980円も今の私が手が出なかったらごめんなさい。というわけで、もうちょっとしてセールが始まるのを待とうかなっていうところですね。じゃあやっていきましょう。もう最近ね、白のスカニアドなんてずっとこればっか乗ってますね。まあまあ、ちょっと行きましょう。じゃあ軽い荷物ね。やっぱりこれ、都市名が、カタカナ日本語に対応しますね。で、前なんか丸目とか読めなかったんですけどね、まあ、今回クリスチャンセンにいますんで、もうね、カタカナになっちゃいました。いや、横文字でもよかったかなとは思うんですけどね。で、私3トン、苗。あ、苗か。もう、今日はね、ちょっとロング行きますよ。ちょっとロング行きたいね。あら、そんなベルギーまでは行きたくないんですけどね。次は、はい、これ行ったことないとこかな。いや違うね、行ったとこあるよね。あんまりね、もうだんだん12トンまで来ちゃったら大丈夫かなと思うんですよ。なんせね、このトラック止まらないんでね、ブレーキがほんと効き悪いんで、なるべく遠い距離は走りたくない。これね、遠いと言ってもこれ短いんですけどね、ほとんど船なので。マンティス、イギリスは行きたくないなぁ。あ、でも、マンチェスターって言うとあれですね。まあ、サッカーもあるんでしたっけ。ただ私の中で、私サッカー見ないんでね、私の中では、このウェブで聞くラジオね、ユーロタックで聞くウェブラジオの、アクセスマンチェスターですか、マンチェスターラジオですか、あれが頭に浮かぶんですけどね。ドレスデン。かっこいい名前だね、ドレスデンってね。何度か聞いたことあるんですが。いや、もうここまで来たら重すぎるなぁ。よし、軽い長距離行きましょう。戻って。さあ、3トンでここ行くのか。ああ、これにしましょうか、3トンね。3トンドレスデン。3トンドレスデンにしましょうか。9トンちょっと重いね。3トンドレスデンにしましょう。私、眠気全然問題ないね。OK だね。さあ、じゃあ行きましょう。つい今しがた。あ、パーキングブレーキかかってんのかい？あ、かかってたね。私、たまにあるんですよね。サイドブレーキ入れたまま走ってしまうっていうのがね。何度かやったことあるので。危ないね。さあ、先ほどね、実況動画上げたんですけど、実況動画じゃないね。実況してないね。私ね、YouTube 先生から怒られちゃいました。ですんでね、今、ペナルティ1をね、食らっちゃっていい申し立て中です。どうしようかなーっていうか、どうしようかなっていう決めるのは、YouTube 先生が言ったからね、私がどうしようかなーって言ったところで、いや、決めるのは私だよっていう調整者はきっと思ってるんで、ちょっとびっくりしましたね、ほんと。先ほどのその動画でも言ってますけど、もうびっくりするしかできないんで、もうほんとびっくりします。ただただびっくりしますね。よいしょ、こっち行けんね。あ、行けんね、行っちゃおう。まあ、今回はね、ロングなんで、何キロある？あ、まだ荷物引いてる最中だね。62キロも行かないといけないんだね。いやー、いまだにね、何が原因なのかわかんないんですけど、スパムと欺瞞ですよね。まあ、スパムっていうのは、ちょっとね、ファングス、の動画を上げた時に、あ、間違えて三国志で上げてしまったって思って停止はしたんですよ。停止してすぐまた上げ直したので、まさかその2発上げたのが、いやでも今までそれを言うのって何回かやってきたことあるんでね。スパムね、いや私ね、理由教えてくださいって言ってるんですよね。理由教えてもらえたら以後気をつけることができますっていう文言で日本語で送ってるんですよね。これがね、相手さんに届いて、相手さん人が見るかな、まあ人間が見るんでしょうけどね、人間が見てどう判断するかな、
きっとこういう私みたいなパターンになってる人って世界で言ったらもうね山ほどいると思うんでね、多分あまたこんな言ってるわぽいっていう感じでやられるかもしれないんですけど、ちょっとどうなるかっていうのは正直なところですね。本当にね、途方に暮れちゃってるんですけど、途方に暮れるというとファングスの中で幻のファングス54の中で言ってるんですけども、私昨日ね当てて逃げられちゃいました自転車こいでるとね左折してる車がね私にもう私にぶつかってそのまま逃げちゃいました。てかね、私もう横断歩道をね半分ぐらい渡ってるんで、左折してきた車はねこっちだってごめんなさい、危ない危ない、左折してきた車、同じ進行方向に行ってまして、で私が交差点で横断歩道を青信号で渡ってたんですよね。でもう私はその車は全然見えてなかったんですよ、初めはね。で私が横断歩道の真ん中の手前ぐらいに行った時にね、もう夜だったものですからすっごい勢いでその地面を照らすライトがね私は横切ったんですよね、左折だから。私の前をね、前から後ろにすごい勢いで横切ったんで、私びっくりしてまさかって思ったら当てられました。で当てられて、当てられたって言っても自転車の後輪に当たって私自体には当たってないんです。ああ間違えちゃった、あよかった止まった、私自身には当たってないんですよね。で私自身には当たってなくて、タイヤに当たっただけで、その当たった勢いで私よろけたというか、こきかけたんですよね。でそこを踏ん張って持ちこたえれたんですけど、相手ノーブレーキなんで本当にすごい勢いで来ましたね。で目撃者の方がねナンバーを覚えててくれてたんで、私ももう警察呼んだんですけどもね、ただあれでしたね、初めえって思いましたね。で気がついて声をかけたんですけどね、その車に、もうその車は振り向きもせずもう走り去っていきましたんで、いやどうもうその後ねしばらくバーッとというか、もうああそうだ110番しないといけないのかなこれって思って、であれこんなの110番していいのかなって逆にね思っちゃって、あでも110番しないといけないこれ逃げられてるからって思って、してる最中に目撃者の方がお声をかけてきてくださりまして、あナンバーちゃんと見たよって今ちょっとゴツンと当たっちゃいましたね、言ってくれたので、おまわりさん呼んでその辺の話はすることができました。あこれ曲がれる、結構厳しいねこれ、ちょっと厳しいね、よいしょ、そんなことがねありまして、ちょっとびっくりしちゃったっていうのがね、いやー私もねこれとね事故なんか やられたのもやったのも、やられたんですけどね、今回は久しぶりだったんで、もう動揺しましたね。本当に、びっくりしちゃいました。いや、本当ね、横断歩道真ん中まで行ってるからね、そこで当てられたから向こうは絶対見えてるはずなんですよね。まだ歩道から横断歩道入る手前だったら、見えないって言われるのも分かるかもしれないんですけど、明らかに私見えてるんで、これが見えてなかったらちょっと免許返さないといけないレベルだよっていうような感じがしなくてもないんですけど、あとあれですね、青信号でももう当たり前のように渡っちゃいけないんだなって、冷静だって思ったんですけど、おそらくあの勢いで私正面から当たられたら私多分この世にいないですね本当ね、かすったというかね、後輪だけこすってったんで、向こうがそんなもんで済んだのかなって思っちゃってますね。いや今更考えたらすっごい怖いんですけど、でも本当に青信号だからといってね、自転車抜き出しだからね、あらららら、いや本当車庫入れまで動揺しちゃってるわ。それが昨日のね出来事なんで、ただね
おまわりさん呼んで、おまわりさんがね、4人ぐらい来てくれたんですよね。私、過去にした物損事故で、おまわりさん1人しか来てはこられなかったんで、その時のおまわりさんの一言が良かったですね。もうむちゃくちゃ忙しいんだよって言われてね。そんな知らんがなっていうのがこちらの言い分なんですけど、なんで今日はこんなに事故多いんだっておまわりさん来て言ってたんでね、もう、いや、じゃそんなに言われてもみたいなこっちゃこれでしたけど。で、まあ、今回4人来てくれたんで、ああ、よかったとは思ったんですけども。でね、私、昔にね、20年ぐらい前に事故してるんですけど、その時はね、もうスタッフでいいのかな、お巡りさん、みんな年上なんですよね。相手も年上でしたし、みんな年上だったんですけど、これこっちが言ったらまずいかな。今回、犯人は分かりませんけど、お巡りさん、全員私より年下でしたね。もう、20代、30代のお巡りさんばっかりだったね。で、みんながすごく敬語使ってくれるんですよね。敬語というか、まあ、それは当然だと思うんですけどね。普通でも、年上の人、まあまあ、敬語、あれなんですけど、もう明らかにね、私がね、もう、私が一番年上でね。いやーって、前やった時はね、本当にお巡りさんが、もう結構年配のお巡りさんで、すごく私によくしてくれたんですよね。よくしてくれたというか、別にそういう、なんでしょう、ひいきしてくれたとかそういうんじゃなくて、君は間違えてないからって、その状況からね、実況見分から、君はまず間違えてないから、歩行者の人は跳ねたんですけど、歩行者の人が信号無視だったんですよね。歩行者の人が、その時は関係ないんですけど、歩行者の人が酔っ払って信号無視してっていうことだったので、ただそれを目撃する人もいなくて、歩行者の方も、いや、赤だったかな、青だったかな、わかんないっていうような感じだったんですけども、歩行者の人もね、本当に悪人の悪人じゃなかったと思うんですよね。ポロッと言ったんですよね。いや、もうなんか家すぐそこなんだけど、酒飲んでパチンコ行くことしたんだみたいなことを言ったみたいで、おまわりさんにすごい説教食らってたんですよね。私よりも年上の人がね、もっと年上のおまわりさんにすごい説教食らってたんで、もう、でもその、被害者の方っていうか、また私が跳ねた方ね、跳ねた方も本当、いや、私もちょっと酔っ払っててね、お巡りさんにえらく怒られちゃったって、信号赤だったのかな、赤だったのかもわかんないね、みたいな感じで、悪い人じゃないのかなとは思ったんですけど、で、その時にお巡りさんが、いや、もうおそらく、目撃者がいないから何とも言えないんだけど、君は悪くないって言ってくれたんですよね。君は悪くないから、なるべく善処はしてあげるっていう感じでね、言っていただいたので、いや、もうだからね、私ね、もうその件がね、あってね、すごく、感謝しましたんで、ですからね、お巡りさんにはね、もう本当に、そういう、なんでしょう、憎しみとか一切感じないんですよね。昔お巡りさんにね、ボコボコにされたことあるんですけども、かなり若い時にね、それがあるんですけど、いや、それでも未だにその時が、そのことでお巡りさんには、すごく、特にね、そういう交通課のお巡りさんには、感謝してるというか、感謝を、私は感謝の念を持って接するような感じにしてるんで、今回のお巡りさんも、いえいえ、そこまで言っていただかなくてもというような感じでね、おっしゃっていただいて、今日もね、進捗の連絡がありまして、いや、ちょっと、まだ分かりません。まだ断定できませんっていうような感じだったんですけども、もう私も、いやいや、もう急がなくて結構ですよ。体無事でしたし、というような感じでね。いや、もうそこまで言っていただけると、本当、助かりますっていうような話があったんですけど、いやいや、もうそれはね、もう私が生死のさまよ、生死の境さまよって、でも生死の境さまよって言ったら、進捗聞いたところでもう答えれないもんね。ああ、うーぐらいしか言えないだろうから、あれなんでしょうけど、いや、そんなに急がなくてもいいですよと。もう焦らないで、きっちり仕事してもらえたらいいんじゃないのかなとは思ってたんでね。ですんで、私も有料登録しめたってかなり罰金払ってますけどね、そこで言わんね。いやいや、もうね、そんな感じで、とりあえず逃げ得は許しちゃダメだよとは思ってますんでね。私も昨日帰ってね、思わずね、
インターネットいろいろ調べちゃった、当て逃げの弁護士とかね、そういうのいいのかなと思っちゃった時のこと考えてね。で調べるとね、大抵車同士の当て逃げなんですよね。自転車の当て逃げっていうのはなかったんで、おーっていう感じなんですけどね。まあちょっとね、でそうやってなんです、物理的に当て逃げされたところで YouTube 先生に精神的にぶつけ、何かをぶつけられたような思いがありましてね、もうちょっと心身ともに途方に暮れちゃったのかなというような感じですね。だから今ちょっとね、動画上げるのがビクビクですね。これも本当にいい申し立てが通らず、もうリーチかかったら私本当期限が切れるまで何も上げれなくなっちゃいますもんね。そうなると本当、あ、でもそれできないね、それは無理だね。そうなるとやっぱり皆さん離れちゃうもんね。せっかくここまでね、ライブまでして皆さんとね、いろいろ面白く接することができてるのに、もうそうなったらもう玉砕覚悟であげますかね。いやもうなくなったらもうその時はその時かな、もう分かんないけど。そうなったら残念だけど、でももう90日も動画上げないとか、なんかちょっと私耐えられない気がしてきた。さっきのね、ごめんなさい動画では、いやーしばらくみたいなこと言ってましたけど、今そう考えたらねえ、それはちょっともう玉砕覚悟で行くかもしれないね。いや分かんないですよ、そうなったらそうなってまたビビってしまうのかもしれないですけど、分かんないですけど、あ、追いかけなくていいのかな。うー、当たっちゃった。あ、トラックには厳しい道だね、このジグザグジグザグは。で、こうかな。一応、あ、流れたね。こっちはフェリーで、あ、そうだ。フェリーの前には確認しとかないといけないんですよね。フェリーたまにね、2、3個航路があるんで、ヒア、ヒアツヘルス?いや、ヒア、ヒアツハルス。ヒアツハルスなんだね。よいしょ。でもこれ選ぶ英語出てるんでしょ、どうせ横文字で。今、ヒアツハルスっていうのは、カタカナで見たんですけど、これ多分選択は英語なんでしょうね、きっとね。まだそこまで日本語対応してないと思うんですよね。いや、日本語対応してる。1000ユーロも取るの高いなぁ。あ、でも罰金に比べたら安いか。罰金も1000ユーロなのね、今ね。さあ、22時22分です。あ、2が揃っちゃったね。こういうのやったら記憶残るんですよね。本当に。さあ。で、こうだね。来てないよね。まあ、こういう港だったらまず来ないもんね、これはね。50キロ制限だね。さああと何キロ、あと1050キロもあるね。あ、いや思ったよりありましたね。これ1時間コースだね、実況しちゃうと。あとはハイウェイでどこまで乗れるかですけど、ハイウェイだとね結構飛ばせるので楽って言えば楽なんですけどね。ただまあ本当に、いやー、私ペナルティクラウンなんか他人事だと思ってたね。いやでもペナルティクラウンだったら私はデッドスペースだと思ってましたけど、まあ、デッドスペースはね、グロいものですから、広告主がねつかないとかね、あると思うんですけども、本当ね、何なんだろう、何が悪かったんだろう。当てて逃げられたこと言ったらいけないのかな。いや確かにね、当てて逃げたっていう動画はダメだと思いますよ。いや私当てて逃げちゃったのよって。私ね、ちょっと車運転してたらね、当てちゃってね、そのまま逃げちゃったとかいう動画だったらダメだと思うんですけど、私当てられた上に逃げられたんですよ。踏んだり蹴ったり、いや踏まれたり蹴られたりなのにね、もう踏んだり蹴ったりはどっちかというとね、やってる方なんで、踏まれたり蹴られたりだよね。ねえ、そんな感じで、それでしたから、当てられて逃げられた内容がまずいとは思えないんですけどね、ちょっとした人としてはそれが怖いかなと思ったんで、ごめんなさい動画では言いませんでしたけど、ちょっとこの動画ではね、言ってますけどね。でも、当てられたり、逃げられたり、
って言ってるんで、直球ちょっと変化球入れてますよね。それ4文字の言葉言ったらまずいのかなと思って、ちょっと私警戒してますんでね。ねえ、でもびっくりしちゃったとね。いやーですけど、ほんとまあ車社会だと仕方がないですよね。まあ車社会とか車だけではないですよね。自転車もそうですよね。今自転車の事故すごく多いと思いますよ。ね、もう前にも何度か言ってますけど、女性のね自転車がね、電動アシスト付き自転車になってるんで、女性の自転車がすんごくスピード速いんでね、今女性の自転車に勝てません話。いつも抜かれますんでね。で、ね、特に子供を運んでられてる自転車ってすごくその手の自転車が多いんですよね。電動アシストですから、子供積んだまま爆走してますもんね、女性もね、お母さんたちね。あ、いや怖いねとか思いながらね、いつも私道譲るんですけども、いや本当にもう私もね、もう今日は通勤するときは自転車だったんですけども、車道をなるべく走らずに、車道を走らずにっていうかね、もう遊歩道川沿いの遊歩道をなるべく走って、いつもランニングで走るコースをね、自転車で行きました。ね、でもね、逆にいつも行ってる遊歩道を自転車で走ると、何かあった場合は大抵加害者になっちゃうんでね。で、自転車で車道を走ると大抵の場合は被害者になれるんですけども、歩道を自転車で走ると何かあったら大抵加害者になっちゃうんで、ね、これがまた難しいというか、ちょっと闇だよね。ちょっと法律の穴なのかな、足らないところですよね。ですけど、これを法整備できるのかって言われると厳しいよねって。いや、全国民に運転免許を取らせるかいってなっちゃうんでね。そうなるとまた問題なのが義務教育になっちゃうのかなって思う。まあでも本来学校で教えてもいいぐらいですよね、生活に直結してるんで。それを知らないばかりで死んでしまう児童とかもね、生徒や、お子さんとかも言うんで、本来ならばもうちょっと免許取れるぐらいの知識は教えてあげる方がいいのかもしれないですけどね。ね、だってそういう運用方法を知らない子どもたちが道路を利用するっていうことなんで、やっぱ知らないんでね。まあそれは大人が守ってあげるっていうことなんですけど、それにはちょっと限界があるのかもしれないっていうね。やっぱりね、未来あるのが死ぬ、お亡くなりになるっていうのは国的にも国益に反すりますもんね。反しますもんね、考えるとね。ですんで、まあ昔みたいにね、交通事故の死者が1万人超えて、非常事態宣言が出るような状況になってもならなかったもんね。なっても非常事態宣言とは言ってましたけどね。で、結局あれなんでしたっけ、運用方法が変わったわけじゃなく、交通事故死者の定義が変わったんでしたっけ。定義が、今は48時間でしたっけ。なんかそれが狭くなったんですよね。ですから交通事故死者の数が上がりにくくなったんでしたっけ。なんかそんなことを聞いたような気がしますね。違ったらごめんなさい、毎度のことですけどね。毎度のことですけども、違ったらごめんなさい。なんかそういうのはね。ですから今は6000人ぐらいでしたっけ、交通事故の死者ね。もう5、6000人とか数千人だったと思うんですけどね。昔1万2000人か1000人ぐらいってそこそこね、結構大騒ぎしてましたんで、まあ、車の台数も減ったのかな、今は。ひょっとするとね、まあちょっと車離れとかカーシェアリングとかね、昔は言ってましたよね、バブルの時はね。みんなが一斉に車乗って、せーので道出たら車溢れてこぼれちゃうってね、海に落ちちゃうよっていう話も言ってましたもんね。それだけ車の台数多いんだよっていう感じでは聞いたことがあるんでね。今皆さんでせーので車って言っても、海に落ちる車ないのかな、あんまり言わないもんね。そうなのかもしれないですね。ですので、まあちょっとね、皆さんも本当ね、こういうのってね、やった時しか気づかないんでね、気づかないというか、
安全運転しないんでね。私もね、事故したときはね、事故や違反したときは安全運転に徹しましたね。1週間か2週間ぐらいね。ほんな忘れるんですよね、またね、人はね。忘れてまた繰り返すんですよね。それは私も重々、もう身をもって経験しますしね。もう本当後悔はもうね、後悔はもう先には立たないなっていういいこと言いますよね。もう毎度毎度思います。これ生きてる限りよく思うんでしょうね。ああ、後悔は先に立たないねと。ねえ、もう先に悔やみたいねと。まあ、先に悔やんでもダメなのか。先に悔や、く まあいいや。ややこしいこと言いそうだね。もう本当後悔だけはね、後悔して人は成長するっていう、まあ、失敗や後悔して人は成長するとも思うんですけど、背には越したことないんでね。とね、しなくて死ね、死ね、死ぬまで、しなくて寿命で死ねるんだったら、しないに越したことないもんね。なんで後悔するような、後悔するような生き物になってんだろうってちょっと思っちゃったりもするんですけどね。よく思ってましたね、事故した時はね。本当になんで後悔するようになってんだろうっていう、よくよく思いました。いやー、ですんでね、今日はそうそう、昨日にそんなことがあってね。で、昨日にそんなことがあって夜ね、でも、あーとか思いながらも憂鬱になりながら寝て、で、朝起きて、YouTube 先生事件があったでしょ。で、そこ行ってもう、あーと思ってたら、もう、お客さんからメールがいろいろ入ってきて、質問とね、いろいろと受けてて、もう、で、私は、私で、お客さんとかに納めた納品物がね、ふと夢のお告げがあったんですよ。夢のお告げというかね、数日前に。私が作ったシステムがあるんですけども、もうそれを納めてるんですね。ただまだ本稼働してないんですけど、本稼働もうちょっと先だよって言われてて、で、ふと夢を見たんです。システムが止まる夢をね。で、えっていうので、まあ、あまり細かい話するとね、全然わからない話になっちゃうんですけども、まあ、いわゆる、データベースの件数が多くて、こけちゃうっていう夢を見たんですよ。でも、ほんと起きた時に現実と夢の区別がつかないぐらい焦っちゃって、で、ああ、ちょっとまだ動いてないって言ってるから耐久テストしようと思って昨日から耐久テストしだしたんですけども、これ夢の告げが当たったんですよね。耐久テストしたら落ちたんですよね。システムが落ちたというか止まったんですよね、一部。こらいけないと。こらいけないよと。もうこれお金いただいてんだからと。こんなの本稼働してからこんな止まり方するとちょっとやばいよと気づいてね。まあ耐久テストしてたんですよね、実は。してたんですけども、私の目論見が甘くて、計算がね、甘い、ちょっと甘かったんですよね。で、今回はね、本当にこんなんじゃダメなんじゃないと思って、もう10倍の、ありえないんですけど、10倍の量入れてやろうと思って、入れ出したら、もう2倍の量ぐらいでなったんで、耐久テストのね、耐久テストした2倍の量ぐらいで、前回の耐久テストの2倍ぐらいの量ぐらいで止まっちゃったんで、これはまずいわと思って、昨日ずーっとやってたんですよね。で、やってて、で、まあ、ほぼ目処がついて、まあ残ってたんですけど、目処がついて、帰った時にそういう、当てられて逃げられたっていうのがあって、で、ブルーになって、朝起きたら YouTube 先生事件があって、あふーと言いながらも、まあまあ、昨日の宿題、耐久テストをやるか。で、やってたら、今度別のお客さんから、仕事の話が来て、いろいろ、ああだこうだ、ああだこうだっていうメールが来て、問い合わせのメールが来て、もうしっちゃか、おお、これ右だ、ごめんなさい、しっちゃかめっちゃかなって、もうウキーってなってたところで、ああ疲れたねという感じで、今日は本当にいろいろ疲れましたね。多分で、リオタックしながらも、もう結構睡魔が襲ってきちゃってますね。
なかなかね、いや、いろいろあるもんです。ほんでね、お前よくできてんのか悪くできてんのかわかんないんですけど、暇な時暇なんですけど、忙しい時忙しくなるんですね。私今年も年末年始忙しそうなんで、まあ、ボンじゃないよ、正月返上かなと思ってるんですけどね。いやー、ほんとね。あ、でもそのね、夢で見てよかった。あれ、夢見てなかったらやばかった。ほんとに稼働してしばらく動くんでしょうけど、しばらくしたら落ちてたね。お客さんから怒られたんじゃないかな、ね、え、まだそれが一つのお客さんの話じゃなくてですね、複数の、お客さんを経由して複数の業者を取り扱うシステムなので、お客さんのお客さんも困らせるような感じになっちゃってたので、いや、まあ、とりあえず今回のでね、ある程度目処が、まあ、ある程度というか、まあ、目処が立ったんでね、良かったですね。いやー、ですからちょっとね、ブルーなこともありましたけども、まあ、夢のお告げで助かったというのね。てか、夢、その夢見ただけすっごく疲れましたもんね。嘘でしょっていう、いやいや、前耐久テストした時ちゃんと動いたじゃないのって思って、いや、でもちょっと心配だからやってみようか、10倍の量入れてと思ってやったらと、ほんまと夢の通りになったんで、いや、あ、これはこれでホッとしたけども、それをまた見直すのにすっごく精神削られたんで、精神削られた後に物理で削られて、でその後また精神で削られてね、 YouTube 先生で削られたんで、まあまあ本当踏んだり蹴ったりですけど、まあ今ちょっとね落ち着いてね、ほっとしてますね。いやいやいや、本当にね、まあ皆さんもね、何かあった時は本当すぐ警察に言いましょうね。で、私ね、今回ね、その弁護士のホームページに行った時に思ったんですけど、やっぱり病院には行っとくべきみたいですね。とりあえず行って、その、まあ、診断書とかもらった費用は請求できるみたいなんでね、だって異常ないよっていうことだけでも、診断書を取っておかないと、万が一があった場合、相手の保険が下りないそうなんで、あれ、相手の任意保険、まあ逆に言うと保険じゃなくて相手に請求ができないらしいんで、その時自腹で切らないといけないっていう、要は事故でできた、事故で、できた体に対する障害じゃないっていう扱いになるそうなんで、まあまあなかなか難しいですよね。これも法律とかね、そういう話になっちゃうので、どうしても専門家とかのね。で、私昨日おまわりさんに見たんですけども、おまわりさんから、いやいや、そういうこと聞いてるんじゃないんですよって言われた時に、私ついポロッと言ったんですよね。なんかおまわりさんとその事故の話してる時に、え、そんなことを聞いてるんじゃなくて、こういうことを聞いてるんですよって、ちょっと勘違いされたらごめんなさいねって言われた時に、私ね、ついポロッとね、すみませんね、私慣れてないもんですからって言った時に、お前でも、いやいや、慣れてないですよねって、それは慣れてないですよねって言って、私も、いや、慣れてたら困りますよねっていうね、ちょっとね、そこでお前さんと二人で笑ってたんですけどね。そんな話で、もうね、確かに、いや、慣れててそこベラ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 うまいこと言ったらね、あんた事故慣れてますねって言って、逆にね、怪しまれそうですもんね、当たり屋かいっていうような感じでね、そういう感じでもなりかねないので、まあ私はどっちかというと事故には多少慣れてるといえば慣れてるんですよね。まあただ今回は久しぶりだったんでね、何です、動揺、かなり動揺しちゃいましたけどね、動揺もしたし途方にも来れましたしね。まあ私は家族でね、そういう車を扱う仕事をしてる家族がいるものですから、ぶっちゃけるとタクシーの運転手がいるんですよね。で、タクシーの会社っていうのは事故係っていうのが、まあ、ありまして、まあタクシーの運転手の人も結構事故はね、やっぱり職業柄あるもんだと思いますので、その時にすっごくこっぴどく怒られたんですよね、私がね。なんでちゃんと病院行かないんだということとか、
もう相手がいいよいいよ言っても、相手がいいと言っても病院には行かせるべきだって後で言われたらたまたまじゃないかっていうのをこっぴどく怒られましてね。その時に、あ、そうだねと、おっしゃる通りです、私ぐるりも出ませんっていうことを叩き込まれましたんでね。ですからいくら相手がいいよと言っても、必ず警察は呼ぶことで、ちょっとお巡りさんには申し訳ないんですけども、相手がいた場合、物損ですか人身ですかって聞かれた場合には、いくら物損とも物損であっても相手がいたら人身って言いなさいっていうような感じで、そうするとね、お巡りさん最優先で来てくれるんで、お巡りさんからしたらちょっとって思うのかもしれないんですけども、ただその人身なのか物損なのかっていうのは、ぶっちゃけるとお巡りさんが来て判断してもらうのが一番いいんですよね。素人目で、いや怪我してないから大丈夫と言って判断しちゃうと後の災いになりますので、ですのでやっぱり相手がいた場合は物損だなと思っても人身と言って救急車来てもらって、相手さんなり自分なりも救急車に乗って病院に行く、とりあえず行って、ピンピンしてても異常がないよっていう診断書をいただく、異常があったら異常があったという診断書をいただいたらいいんですけど、異常がないよっていうんだったら異常がないよっていう証明をするための診断をいただくというような感じにすべきだと叩き込まれてたんですけど、私今回は物損ですって言っちゃいました。ついつい、もうこけてもないですし、踏ん張って、ね、アキレス腱切れたとかそういうような踏ん張り方じゃなくて、本当ね、横断歩道ほぼ半分渡ってやってたんでね、自転車の後輪に引っ掛けられた程度なんで、あれが多分ね、自転車のフレームに当たってたりすると私多分もうこけてて怪我してると思うんですけど、フレームには当たってなかったようなんでね、ただホイールは多分曲がってますけどね。ですので物損って言いましたけど、ただでも本当に何度も言いましたけど、勢いで当たられたら私死んでたかもしんないね。この世にいなかったかもしんないね。もうね、本当に私の道路、私の目の前の道路を横切る、左折するときに横切るライト、車のライトの横切り方が尋常じゃないスピードだったんでね、まさかって思って、いうような速度だったんでね、本当びっくりしちゃいましたね。だからあれまともに当たってたら本当に私が今ここで実況なんかできてないのかもしれないですね。90日間それだったら90日間怒られる動画も上げれなかったんですけども、万一動画で90日間ダメだよって言われても私90日ぐらいで帰ってこれないかも分かったんで、帰ってこれなかったかもしれないんでね。もう今回のイルタクシメーターはもう YouTube 先生とその当てられて逃げられての話でもう満載ですね。これもまた YouTube 先生に怒られたらどうしよう、本当にね、もうリーチかかっちゃうね、あと怖いわねというところですけど、私ね、結構自分の感情はコントロールできる方だと思ってたんですけども、ですから結構ね、怒ったりっていうのはそうですね、怒ろうとしてしか怒れないですね。瞬間沸かしで怒るっていうのが私ちょっとできないんで、もう子供の頃はねしてましたけどね。ですから結構子供怒った後に笑ってたりしたんでね、かみさんからはそれを怒られたりしましたけどね、子供がなんで怒られたかわからないからやめなさいって言われましたけど、怒った後にしばらくしたら冗談言って笑ってたっていうような感じはしてたんですけど、ですので結構ね、その感情のコントロールはできるんだなとは思ってたんですけども、その時はかなり動揺しましたね。動揺して路頭に回ってね、そうです。今朝もね、動揺してましたね。多分ね、感情コントロールするっていうのと動揺っていうのは多分ね、内容が違うと思うので、これ何？トンネル2つ分かれてんだね。天王山トンネルみたいだ。よいしょ。家出ていくときにね、本当、もう靴履いて玄関まで、靴履いて靴がスニーカーなんでね、紐を結んで、さあ玄関に出たところで
荷物忘れてたんですよね。あらっと。でまた玄関開けて戻って、で靴脱いで部屋見たら、あの今とかリビングの電気つけっぱなしだったんですよね。私も最後の一人だからね、いつも遊んでる時。あら、全然忘れてるじゃないのみたいな感じ で事務所に行ってもね、あのもうその事故のことばっかり考えてたんで、あの、まあ、警察から電話あんのかなとかも考えてたんで、もう何かあの歩いて持ち運びしてる時でもその目的を持ってなかったりね。あと何でしょう、そしてポット、電気ポットに水入れに行ったんですけども入れなくて帰ってきたりとか、で入れたんだけど今度はあの、加熱台に置かなくて、そのまま自分水入れようとしたりとかね、自分のコップに。そんなんでやっぱ年食ったのかなとは思うんですけど、ね、ちょっと動揺してるんだなと。だからね、ちょっとわ、うん、あの昨日と今日すごく考えすぎます、いろんなことで、いろんなことを余計なことを考えてしまいますね。考えても仕方ないだろうっていう、それ今考えることっていうようなことでも、ああでもこれね、よく似たことがありましたね。私ね、以前適応障害にかかったことがあるんですよ。まあ会社を辞めるほどの適応障害だったんですけども、その時はね似たような症状でした。追い込まれてね、本当にもう、まあ社としてはそんなつもりなかったのかもしれないんですけど、もうこれ私一人で私がやらないといけないっていうプレッシャーで、もう誰も助けてくれないんだっていうプレッシャーでね、すごく追い込まれた時期があって、その時も年下の子に言われたんですよね、同僚の。ね、もうそれやんなくていいじゃないですかと、それやんないって言ったでしょって言われたんですよね。でね、あ、そうだ、やんなくていいんだ、やんなくていいのに、でも考えてやんなくて、やんなくていいかやらないって言ったのに、もうやること、それをやると思って考えて、なんかそれの設計とかをしてたんですよね。もう設計もでもめちゃくちゃでした、正直。もう全然設計になってないんだけども、何かしないと落ち着かないっていうような感じで、で後輩君にね、いやそれやらないってさっき言いました、言ったじゃないですか、やらないんでしょって言われて、ああそうだ、やらないって、やらないんだよ、やらない、まあ、なんでやったのかなっていうことがね、昔のその追い込まれてる時に、でちょっとね、まあお医者さんにかかったら、ああ鬱ではないですよって言われましたね。鬱だったら脳波が乱れますから、あなた脳波は乱れてないんでね、多分適応障害ですよっていうような感じで言われてね、ああそうだったんだねというんで、もうでお医者さんにも言われたのかな、原因がね、職場、おそらく職場が原因ですと。適応障害はまあ鬱とは違って原因を取り除けば回復しますっていうような感じで言われたんですよね。で、ですからあなたの場合もし職場だったら転職も視野に入れて考えられてはいかがですかと。まあ生活していくのが、生活していくことと天秤にかけてこの適応障害の原因を取り除くことを考えてみてはいかがでしょう、いかがですかと言われたんですけど、でまあ私は退職を選んだんですよね。で、まあ、退職を選んで、まあ、今のところに来たんですけども、するとね、本当治りました。あとね、
で、その時にやっぱり大きかったのがね、うちの社長なんですけどね、言ってくれたのが、責任なんかみんなで取りゃいいじゃないかって言ってくれたんですよね。仕事をまたそこで受けた時にね、もう責任なんかみんなで取ればいいんだよ、一人が別に持つ必要ないんだよっていうような感じで言ってくれたんで、私道間違えちゃった。 ちょっと待って、あ、止まっちゃった。距離が、これまずいかな、また怒られるかな。あ、いやいや、逆だ逆だ、それ逆だ逆だ。 せっかくいい話してたかなと思ったんだけどね。 全然ダメだったね。さあ、バックしましょう。ごめんなさい、ゆっくりバックしますよ。後ろ大渋滞になってる。 ごめんなさいね、後ろ大渋滞になってる。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ダメ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 、当たったかな、ごめんなさい、後ろハザード耐えてくれてるわ。怒ってるだろうな。いや、これはマジな、これ完全に違反だわ。ハザードの子が言ってくれたね。あ、いやいや、まだいるわ。俺は申し訳ないです。あ、言ってくれたね。後ろのトラック避けて行ってくれてんね。いや、違う、当たる。いや、トレーラーってまっすぐバックするのしんどいんだね。すっごい難しい。車庫入れで慣れてると思ってたけど、まっすぐ行ってるよね。ハザードたこっか。あ、これホーンだ。あ、これはパッシングだ。ハザードどこだっけ。あ、これガレージだ。ガレージ見てほしかったから。あ、これだね、ハザードね。F キーでした。あ、今車来てないね。がっつり下がるなら今の時代ね。あ、当たっちゃった。おお、なんか暴れてる。ああ、間違えちゃった。それは逆だ。すんごい動揺しちゃってんだけど、私眠気も満タンだね、ゲームの方は。運転手眠気マックスになってんね。よいしょ、よいしょ、これでいけるかな。あ、いけたいけた。あ、よかった。よかったのか。 ごめんなさいね。よし、こんなことして大事故招いてる。あれ、これどっちだろう。大事故を招いてる動画ありましたよね。さあ、これは結果的にどうなんだろう。で、で、くるっと回れるの、これ。いい話してたところに、ほんとごめんね、社長。社長のいい話してたのに、こんなことで潰しちゃったもん。それでね、続きますけど、言ってくれたんですよね。みんなで、そう、そういうのがみんなで取りゃいいんだよ。あ、みんなで山に行ったらいいんだよ。って言ってくれてね。それがすごくすっきりというかね、胸に応えましたね。ですんで、もう、気持ちが一気に楽になった記憶がありますね。ですからね、私もね、昔ね、すごいいい加減に仕事してる時期があってね、その時にすごく怒られたもんですから、いや、次はもうしっかり仕事しようって思ってたんですけどね。それが逆にちょっと、気合い入れすぎちゃったのかもしれないですけどね。で、よくそこから、おお、照れてたね。ちらちら同僚に言われたのが、あなた抱え込みすぎっていうのはちらちら言われましたね。あと、
人信用してないだろうって言われましたね。人頼りゃいいのに信用してないんだなっていうのは言われちゃいましたね。それはある意味同僚を裏切ってたのかもしれないですけどもね。まあなかなかね、いやその何です、その職場っていうね、もうコミュニティの中で、まあ、みんな仕事っていう嫌なことをねやっていくんですから、なかなかいろいろね人間関係が難しかったりしますよね。やっぱりみんなって自分がなるべく楽したいと思うんでねっていうところもあったりするんで、なかなかねあると思うんですけどもね、まあ、ですから本当ね精神病んじゃうぐらい、なんだったら本当やめれるんだったら、あ、ですからね逃げてもいいんだよと思うんですよね。本当にね、それは本当に思っちゃいますね。じゃあちょっと寝ましょうか。なんか閉まんないね私今回。まあいつもか、いつも閉まらないから。本当いつも閉まんないね。これまっすぐ行けって言ってんの？いや曲がらないといけないんじゃない？でガソリンは？ガソリンあるかな？あ、ハム切ってんねガソリンね。ちょっと見てみましょう。安くもないけど高い、高いよねちょっとね。何リッター入ってるのかな、100リッター200まで入れましょうか。はい、これでいきましょう。いやもう眠気満タンだね。なんか当たってるし、ちょっと待って、ダメージ受けちゃったトレーラーダメージ当たって今お金落とす音と同時にあれだったのかな、ダメージの音もあったのかな。さあ、じゃあここで寝ましょうかね。今回ちょっと長い動画になりそうですね。本当ね。今回はパート分けせずに寝ましょう。寝ましょうじゃないわ。パート分けせずに行きましょう。ちょうど真っ赤かなっちゃったね。さあ、あと何キロなんだろう。よいしょ。あとね、あ、でもまああと300キロだね。ということはかなり来てんだよね。あ、しまった。よいしょ。今更ですけどね、ちょっと見ちゃいました。ああ、ウインカーつけずに、箱にもせず割り込んでやった。こうだね。で、あと356キロ。これ割り込まないといけないよね。車線変更だよね。うわぁ、お金が150万ユーロ超えちゃってる。あー、またトラック買わないとね。車庫もガンガン買っちゃうかな。いや、トラックを買うべきだよね。車庫、今だいぶ余ってるもんね。3、4台ぐらい余ってるから。ね。あと、スカニアコレクションを増やしてもいいですね。本当に。300キロ。300キロ遠いな。いや、話の歌が尽きたかな。いや、尽き
かな、何かあったかな、今日何かあったかな。ああそうだ、今日ねまだ喋るかあのね、そうそう、今日そんだけ精神的にもなんか疲れてたところにね、パソコンが暴走しちゃいましたね。バックスペースが止まらなくなったんですよね、キーボードの。でキーボード抜いてもね止まらなかったの。これがすごかったんだわ。あのソースコード、プログラムを書いてる最中にそのソースコードを全部バックスペースで消していくのね。もうほんとびっくりしちゃった。ほんとね、ほんとにね、見てる目の前で今まで自分が書いたソースコードが消えていくんですよね。もうパニックになってね、キーボード外したんですけど、もうパソコンについてる USB を全部外したんですよね。外してもずっとバックスペースがどん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 消えていって、もう電源ボタン長押し落としてた。ほんとね、焦ったね。そんなこともあってね、もう何？天中札っていうの？こういうのは。いや、天中札って言ったら、いや、天中札もっとひどいやつだよって言われそうだけど、ね、ちょっと焦っちゃったね。いやはや、いやはや、なかなかでしたね。もうこれ、今何時かな？1時間ぐらいしてそうな気がしますね。あ、ごめんなさい、今すごく蛇行しちゃったんで。さてと、いや今度は私がかなりお眠くなってきましたね。これリアルな私のあくびですよ、これはね。今、申し訳ありません。あくび出ちゃった。やっぱりこの車ね、よくできたシミュレーターだね。眠気までシミュレートできますもんね。運転してると眠くなりますもんね。そこまで、あとね、うん、このゲームでね、しばらくやってると肩こります。それかも、運転と一緒だね。運転ずっとしてると肩こるもんね。これもね、もう私、マウスでやってるんで、もう腕の位置は常に固定なのでね、指先だけで操作してます。あ、左だ、うわ当たられる。もうウインカーつけてても皆さんお構いなしですもんね。ですよね、本当に。なかなかね、うまいこといかないもんですね。そうだ、月曜日も宿題があるんですよね、私ね。今日そのお客さんからね、いろいろ問い合わせを受けた分で、その回答が全てというか、回答のほとんどが私の宿題になっちゃったんで、月曜日その宿題を片付けながら、いうところですね。これなんかややこしい道になってんね。左側でいいのかな？ちょっとまた蛇行しちゃってるけどね。なんかややこしそうな道だね。あ、これでいいみたいだね。ジャンクションなのかな、これは。あ、これ走ったことない道かな、ひょっとすると。ね、オレンジ色がついてないもんね。いやー、しかし、今日は金曜日で、明日は土曜日なんですよね。本当ネタがないから、もうこんなこと言い出しましたね。で、来週ちょっと天気崩れるんでしたかね。あ、ちょっと北海道は雪って言ってましたね。でも北海道雪降るの遅いんですよね、確かね。今年はなんか暖冬とか言ってますけど、どうなんでしょうね。今年は暖冬か。てか冬は本当に私ね、冬も夏も嫌いなんでね。冬はなんか怪我しやすいですしね。厚着しないといけないんでね、洗い物が増えるでしょう。ねえ、本当ね、冬は、冬でいいとこって言ったら、布団があったかいことぐらいかな。布団にくるまって寝るとね。あとは干した布団が
やっぱ車と布団に入るんで、ポカポカがすごくポカポカなんですけど、まあでも布団干すのは夏でも気持ちいいもんね。そう言っちゃうとね、この土日は布団干そうかな。天気そんなにいいみたいですからね。やっぱ布団って不思議ですよね。干しちゃうとほんとふかふかになりますもんね。すごい気持ちいいですもんね。ただ布団干すとちょっとね、布団干した後がめんどくさいんですよね。私ね、そう実家からね、私いつもフローリングの上に布団敷いて寝てるんで腰が痛かったんですよね。で、親に言ったら、マットレスが余ってるよって言ってマットレス持ってきたんですけども、あの三つ折りのマットレスね、これ布団干しじゃ干せないんですよね。三つ折りだから折れるんでね、どうしたもんかなと思ってますけどね。その子買ってきてベランダで干すのがいいのかなとかね、本当ねえ、もうそうだね、だいたいいい天気の時は布団ついてね、ちょっとあの天気がいいと、休みの日天気がいいと、あら布団干そうかしらと思っちゃいますもんね、最近ね。とあれですね、あもう8時だもん、晩の10、晩の20時、晩の8時ですね。あら夜寝たのにもうそんなに運転してるのかなというような感じですね。それは私もちょっと眠くはなりますかね、本当ね。あそうだ、あそうだそうだ、今週ライブできないからまたちゃんと取りだめしとかないといけないんですよね。明日一日それで終わりそうだな。そうなんですよね、もう最近ね、三国志はね、胃に悪いので取りだめしないんですよね。取りだめしちゃうとね、もう胃に打ってくるんでね、今は本当ね、もう膠着状態なんで、本当ね。で、精鋭部隊を集めてね、突撃かまそうと思ったんですけど、チートサイボーグの2人はね、行く手を阻んでんですよね。これどうしようかなと。あらら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 ら。強制的に曲がっちゃうんだね。ほんとあのなんだろう、あのチートバトルサイボーグみたいなね、脅威さんと当該さんね、あれ副将2人つけたら 最強だよね。彼ら欲しいな。彼ら味方できないかな。敵中策敵ってあるんですけどね、あんな彼らには効かないんでしょうね。彼らはなんかあれだもんね、あの絶対義理がたいそうだから、ああいう人たちはね。ただ当該さんってかなりなんか死に方かわいそうな死に方、まあ脅威さんも殺されてるもんね。当該さんも脅威さんも殺されてますもんね。脅威さんはなんかあれでしたっけ、言えばあの肝を取り出したんでしたっけ。するとすっごい大きな肝だったっていうのは逸話もなんかね聞いたんですけどね、うん、ですのであの二人はちょっと、あの二人がコンビで待ち構えられてると、たかだか4万の兵なんですけどね、こっち10万でも勝てる気がしないもんね。あ、ただあ、そうだ、ゴイさんお亡くなりになっちゃったんだ。あのバトルサイボーグ用のね兵器としてゴイさん用意してたんですけどね、家計で。あ、でも誰か家計できてる人いたいな。家計できる人を用意して家計で炙るを炙ってもいいよね。ただ彼ら炙りに失敗すると本陣に突っ込まれたら本陣あっちも落ちちゃうんでね、そこちょっと難しいところではあるのかなというようなところなんですけどね。ああ無事つきそうです。無事かな、本当に無事だったかなと思うんですけどね。なんとかつきそうですね。よいしょ。
と55キロですね。いや、これ1時間超えてるよね、きっとね。普通か走ってるかな。何時間かかってんだろう。あ、これは分かんないんだね。7時24分から14時4分。あ、配送完了見込みだね、これね。分かんないね。で、これを右に降りなさいよと。いけるかな。ここが80キロでいけるんだよね。もうすぐ50キロになるはずだけどね。まあ、この前のトレーラーも抜いちゃいましょうか。いやー、でもなんか濃かった2日間だったな。あっちゅうまだったけど、あっちゅうまだったけどって言うと、もう11月の末なんですよね。あっちゅうまでしたね、11月も。というと、2018年もあっちゅうまでしたね。ね、もう、私もこの YouTube やりだして、6年か7年になるんですよね。いやはや、いやはや。ほんと、あっという間だったね。いつの間に。あ、私50キロになるねとか言いながら忘れてたのね。いやね、本当はもうこの10年ぐらい、この10、うん、そうだね、この10年ぐらいだね、1日が長く感じたことがないんじゃないかなっていう気がするんですよね。毎日がほぼあっちゅう間ですね。私来てんだね、ここね。オレンジ色がチラチラあるんで。ああ、左折じゃない。で、これは路面電車が走ってるのかな、ひとつと前は。あ、違う？路面電車じゃないんだけどね。路面電車じゃないのかな？あ、なんかでもそれっぽいよね。さあ、やっとこつきました。皆様お疲れ様でございました。お付き合いありがとうございました、本当に。あ、今のとこ曲がるんじゃない、これ。多分そうだよね。またやっちゃったね。また。私は本当にもう、逆走好きだよね。やっぱあるね、印がね。ないね、これね。決めれないわ、これ。ほんと決めれない。決まんないね。もう
ほんと決まんないな、私はいつもこの動画ではね。これって、ああ、切りすぎたね、これ。切りすぎちゃったね。もう間に合わないんだよ。おお、ちょっと待って待って。おお、びっくりした、加速しちゃった、バックで。間に合ったよ、これ。こんなんでいいの？こんないい加減な飛び方でいいのかい？あ、しまった、切り離しちゃった。またやっちゃった。これやったらダメなんだよね。ああ。一回前に出て入らないといけないのかな。そうだね、切り離しちゃダメなんだよね、これね。エンジン止めないといけないんだよね、カーブの場合はね。はい、皆さんお疲れ様でございました。じゃあ私は修理に行って終わりたいと思います。それでは皆さんどうもありがとうございました。アチェでした。